江戸時代を代表する浮世絵師葛飾北斎の北斎漫画展が長崎歴史文化博物館で開催中です。先月6日から開催中の浦上コレクション北斎漫画驚異の目驚異の筆。北斎漫画は葛飾北斎が弟子のために描いた絵の教科書で、明治11年までの64年間に15編が刊行されました。世界一の質と量を誇るとされる浦上満さんのコレクションから厳選したおよそ200点を展示しています。昆虫とかその動物が描かれているものとかは、実際そのアール・ヌーボーの作品とかにも影響を与えていたりとかっていうのもあると思いますし、後の深く36景につながる元になっているような作品とか、そういったものもいろいろとこの中にありますので、そういったものを探しながらぜひ見ていっていただきたいと思います。細部にまでこだわった筆使いや驚異の観察眼、大胆かつ緻密な表現力は圧巻です。中には長崎の五島を描いた作品も。こちらですね、長崎が描かれている、ページ7編にが、旅のガイドブック的な、本になっています。もしかして来て長崎で描いたりしたのかなというふうに想像するのも楽しいですし、浦上コレクション北斎漫画驚異の目驚異の筆は今月26日までです。